フィリップ・エス・アービンは、アメリカ合衆国アラバマ州モービル出身の、プロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のアトランタ・ブレーブス参加所属。2013年の MLB ドラフト一巡目で、シンシナティレッツから指名され、プロ入り。契約後、参加のパイオニアリーグのルーキー級、ビリングス・マスタングスで、プロデビュー。A 級、デイトン・ドラゴンズでもプレイし、 二球団合計で46試合に出場して打率、331、9本類だ、35打点、14盗塁を記録した。2014年は、A 級デートンでプレーし、132試合に出場して、打率、237、7本類だ、68打点、30盗塁を記録した。2015年は、A 級デートナトートガスト A 級ペンサコーラ、 ブルーアフーズでプレーし、2球団合計で126試合に出場して打率。241、14本塁打、71打点、34盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、ピオリア・ハベリーナズに所属した。2016年は A 級ペンサコーラでプレーし、123試合に出場して打率。239、13本塁打。 45打点、36盗塁を記録した。オフの11月18日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2017年は開幕をトリプル A 級ルイビルバッツで迎えた。4月21日にメジャー初昇格を果たし、翌22日のシカゴカブス戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは28試合に出場して打率。 259,3本塁打、10打点、4盗塁を記録した。2018年は78試合に出場して打率。252,7本打三31打点、6盗塁を記録した。2019年は94試合に出場して打率。271,7本打二23打点、4盗塁を記録した。2020年8月28日に、 ディエフェとなった。2020年9月3日に、ウェーバー工事を経て、シアトルマリナーズへ移籍した。オフの12月16日に、ディエフェとなった。2020年12月22日に、ウェーバー工事を経て、カブスへ移籍したが、2021年2月20日に、ジェイク・マリスニックの加入に伴って、ディエフェとなり、22日に、ウェーバー工事を経て、アトランタ・ブレーブスへ移籍した。 その後、3月27日に、パブロ・サンドバルのメジャー契約に伴って、ディフェとなり、4月3日に、マイナー契約となって代替トレーニング地へ、配属された。ありがとうございます。